はい、えー、今日はえー、と残るですね平成25年式の g 3 5 0ブルーテックのリセールバリューについて、えー、お話ししていきますえー、っと、まあ、これまで平成26年27年と、えー、リセールバリューについて、えー、お伝えしていますのが、えー、まだ見てない人はえー、ちょっと前の動画振り返ってちょっと見てください はい、で早速、えー、入ってまいりますえー、っとですね平成25年式っていうのが、えー、っとデータがですねこの3 5 0ブルーテックがですね、えー、平成25年の9月から出てるモデルなんでまあ101112月と3か月しかまあ要は期間がないんですねその関係もあって えー、直近の3か月の、えー、データが、えー、残念ながら1件しかありませんでしたので、まあ、その1件をとりあえず、えー、お話ししていきます、えー、平成25年式の、えー、走行距離5万キロ台、えー、買取価格540万円となってます でこれの、えー、残価率ですね残価率ははいじゃん54%ですねあのー、これもこのリセールの動画大体やるときに話してるんですけど、えー、まずメルセデスの全体の、えー、平均残価率は40%ですで あのー、50%残価率で超えてくるともう優,秀の優秀な車です。であの60%超えてくるともうめちゃめちゃ超超優秀な、あのー、車なんですけど一応、えー、54%っていうことで、えー、優秀なや、えー、車ですね。となってます。はい で、えー、っとまあこれまでですね今んとこ、えー、g 3 5 0ブルーテックと G350D と、えー、それぞれリセールバリューを、えー、お話ししてきましたえーまあ、リセールバリューだけを見るとですねあの新車価格が、まあ他の G クラスのモデルと違ってあのまあ一番安めの安めって言っても1000万 してますけど、あのーまあ安い新車でいう車体価格が安いんで、まあ、そういったのもあって残価率は、えー、もちろん高いっていうのはありますが、えー、やっぱり日本で、あのー、350右ハンドルの G クラスってやっぱり人気が強いなっていうのはすごい感じます。まああのー、350の、まあ、ブルーテックが出て あのー、日本でやっぱ G クラスが普及したと言っても、えー、過言じゃないかなって僕は思うんで、えーまあ、そういったのもあって高い、えー、需要が日本国内でも、えー、多くあるっていうそんなふうに見受けられますですね。なので、あのー、ちょっと今度やっていきたいのはこれ今出してる残価率っていうのが、まあ、新車から見ての。 残価率なんですけど、あのそれでもリセールがいいっていうのはもう分かってもらったと思うんですよ。ただ、え、ただじゃない。えー、っと今度ですね、中古車の G 三五マル D、例えば、えー、さ、あと三五マルブルーテックを買ってで仮にまあ五年乗った後の、えー、買取価格とか。 まあ5年じゃなくても3年とかの、えー、売った時の価格を出せばそこで、えー、残価率また出せるんで、えー、僕はこ,れこの買い方が一番、えー、得だと思います、えー、中古で 350D とかブルーテック買ってで売るっていうあのー、ちょっとこれまた 話が長くなるんで、えー、っとまた動画でこれは流します。僕も動画で配信できるように、えー、材料を集めておきますので、えー、ぜひ参考にしてください。はい。やっぱあの G クラスあのー、いい車なんで、みんなが一人でもですね、あのー、乗ってもらう人が。 増ええてもらえるように僕は頑張りますはいのでえー、っと引き続き「旅路チャンネルを」を、えー、見てくださいはいでまたチャンネル登録の方もよかったらよかったらっていうかあのー、お願いしますはいでは今日はこんな感じで、えー、そろそろ名前を決めてあげたいなと思うんですけど、えー、僕の中ではすてこさん スティッチなんでねスティッコさんと、えー、普段ん呼んでますので、えー、スティッコさんですはい今日は隣にずっといてくれましたこういう35歳って一体どうなんでしょうねあの <laughs> 我ながらどうかなと思うけど <laughs> でまあしょうがないですうんいいと思ってるからいいんですはい こんな、えー、車や旅実ちゃんが送る旅実チャンネルまたちょっと違う感じで撮っていけたらなと思うんであ今度、あのー、ゲレンデで、えーえー、ゲレキャンしようと思ってます、えー、ゲレンデでキャンプですね行こうと思うんでまたちょっとそのちょっと、あのー、今日程調整してるんですけどゲレキャン 動画も発信したいいと思うんではい、いくぞー <laughs> まあもうちょいあれですねコロナがちょっと落ち着いたらにかもしれないけどはいそんな感じでえー、っとーはいいいかな今日は終わりますよはいそれではマハロー